明治以降の精神保健福祉政策について言及します。明治以降の精神保健福祉政策についてお伝えします。明治以降、世界は欧米の植民地化政策によって分断、抑圧のもとにありました。日本はその列強の波に飲まれまいと、富国強兵、植産工業政策をし進めました。その結果、福祉、医療政策は後回しとなり、 精神医療は収容主義となっていきます。1872年、明治5年、ロシア皇太子が来日することを機に、養育院、東京都養育院が設立されました。養育院というと聞こえは良いのですが、実際は該当の古事記の排除が目的でした。身寄りのないもの、食事にことかく家族、身体、資格、精神障害者などが対象となり、養育院に収容されました。 1874年、明治7年、実給規則が制定され、精神障害者も対象となります。これは、孤独で労働力のない高齢者、幼児、児童、障害者に対して一定の米代を支給する制度でした。実際には、その代金で米は買えませんでした。1875年、明治8年、初の公立精神科病院、 京都転教員が南寺境内に設置されました1879年、明治12年、身体障害者を対象に、京都府立ア和院が設置されました。社会的貢献が認められる可能性のある場合のみ、新旧、暗魔、音楽教育、裁縫などの訓練が施されました。1883年、明治16年、 精神障害に対する社会的な関心を高めたとされる相馬事件が起こりました。旧中村藩、現在の福島県の殿様でありました相馬智種は24歳で精神統合失調症と思われる精神変調にかかり、自宅に監禁されたり、東京府天教院に入院した,したりしていたのですが、西堀武清ら、家臣の一部は殿様は病気でない、恩家の財産を乗っ取ろうとする、 相馬の家族による陰謀だとして訴えていたのです。1887年には西森は東京府天教員から相馬を脱走させています。その絵が左下の絵です。相馬の死後1年経った頃、西森は殿様の死は毒殺だと告訴し、相馬家側の何人かと東京府天教員の主治医とが交流されました。しかし、毒殺の証拠はなかったため、 西ゴリの虚偽申告であったとして、西ゴリは有罪となります。この事件は外国でも報道されることになり、世間の精神疾患への関心を高める事件となりました。1900年、明治33年、精神病者看護法が制定されます。初めて精神障害者処遇について定められた法律で、 患者の保護と社会的治安を目的として制定されました。この法律では、支度監視といって、自宅の一室や物置小屋、離れなどに専用の部屋を確保して、精神障害者を監視下に置くことを家族に義務付けました。支度監視の別名は、座敷老です。支度監視制度は1950年、昭和25年の精神衛生法成立まで続きました。 この座敷牢に閉じ込められた人は、足かせや手かせをされたり、自分の意志でそこから出られないようにするなの、されるなど、人としての扱いを受けられませんでした。この悲惨な状況を目の当たりにした呉修造は、1918年、大正7年、精神描写、支度管理の実況、及びその統計的観察、 という本の中で我が国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかにこの国に生まれたるの不幸を重ねるものと言うべしと言いこの政策措置を批判しましたこの言葉は極めて劣悪であった当時の精神衛生の現状と現在までに至る日本の精神衛生の原点を示す言葉として知られています クレ修造は我が国の精神医学の基盤を作った偉人です。クレ修造は病気の設計についても力を発揮し、光が病室に入るような回廊式の病棟を作り、作業療法も導入しました。1907年にはライ予防法の前身となった法律が出されました。ライとは現在はハンセン病と呼ばれる病気で、 来菌に感染することにより、皮膚や神経に症状が現れる感染症の一つです。現在は感知する感染症ですが、原因もわからず、容姿、見た目が変化していく感染症であったため、長らく、ハンセン病者は差別の対象となっていました。この法律では、神社やお寺などで生活をしていた患者を収容することを定めており、それに伴って、全国に5つの公立療養所が設けられました。 映画、もののけ姫の中でも、たたらを踏む人々として、ハンセン病患者が描かれています。ハンセン病に関しては、また事項を改めてお話ししたいと思っています。1919年、大正8年、精神病院法が制定されました。名前から誤解してしまいそうなのですが、 これは都道府県に精神病院の設置を命じた法律ではありません。都道府県は精神病院を建てることができるというだけの法律です。当時国の予算が十分でなかったこと、また支度感知はそのまま継続されたこともあって、実際には都道府県での病院の設置はほとんど進みませんでした。大正から昭和に時代は移り、 1950年、昭和25年には精神衛生法が制定されました。精神衛生法の目的は、精神障害者などの医療及び保護を行い、かつその発生の予防に努めることにより、国民の精神的健康の保持及び向上を図るでありました。そのための具体的な内容としては以下のことがあります。画面を一時停止してみてください。 特筆すべきは、支度勘置制度の禁止でした。非人間的な扱いを受ける状況を是認していた方法、法律が禁止されたのです。ここで、日本本土では禁止となりましたが、戦後、米国統治下にあった沖縄では、この支度勘置、1972年まで続いていました。 1958年、年昭和33年には医療法の精精神神科科特例が敷かれれますこれは精神科ではで医師の数は他の科の3分の1看護師数は3分の2でも良いという内容でした2000年に改正されましたが医師の配置数はそのままで看護師も当分の間5対1で良いとされています精神科という特性上 その病の原因や症状を見るのには時間もかかりますし、丁寧さが求められるにもかかわらず、医師や看護師の数が少なくても良いというのは不可解なことです。精神科特例をキーワードにインターネットで検索してみてください。様々な記事や文献などが現れると思います。ぜひ、自ら学んでみてください。